節約大全の小町です。あきらです。はい、あきらです。言えよ横から圧かけてくんのよ。なんか前回の続きで、金橋さんとあきらさんの2022ゴールデンウィーク旅、今日は松江市のホテルルート9の、お部屋レビュービジネスホテルですか。そうですね、はい、一応な、今日初めて見る方のために、軽くおさらいをしておくと、あのこの人たちはホテルを決めずに行くので、はい、まあ、基本的にあの5日間で1泊の予定で行くっていうね、ホテルに1回泊まる。白状しますと、はい、実は3日目に泊まんない。ああ、なるほど。一軒も入れない。あ、一応探したんだ。一応探したんだ。なんでロード銀座に泊まったんですね。一軒もないし、コンビニもないし、飯どころもなくなっちゃったんですよ。本当嫌だな、その旅。20年前でも嫌かもしれない、もう。なんなら今でも嫌いじゃないですけど、さすがにちょっと疲れてくるね。嫌だな、ダメだな。もう俺、なんかクラブラウンジとかでゆっくりしないと、もう次の日に備えられない。もうダメだ。というわけで、泊まったホテルが結構ね、2人でレビューしたんですけど、面白かったので、ご覧ください。どうぞ。ルート9でした。はい、ルート9。松江市のちょっと東寄りですね。はい。ビジネスホテルの。はい。久々にこの鍵を見ましたね。そうだね。じゃあ、お邪魔します。これは、ベッドがあるじゃないですか。ちゃんとベッドがある。素晴らしいですね。ベッドとテレビがあるだけ。はい。ここにテレビがあります。鏡あるじゃないですか。あのテレビにかぶってほとんど見えない鏡が。この配置どうなんでしょうね。すごいですね。アメニティは一応、はい、ここにあるんだね。はい。カミソリ、はい、歯ブラシがあります。はい、一応大浴場が1階になりましたね。はい、24時まで入ります。テレビがさ、でかいよね。あ、そうですか。うん。あ、冷蔵庫。冷蔵庫。冷蔵庫付きじゃないですか。今日のデザート、オブレクリームのシューですね。の食品サンプルです。食品サンプルじゃないです。違うの、アキラの小ネタだから。アキラの小ネタでもないですよ。椅子もあるね。椅子もありますね。はい。はい、エアコンも、エアコンもついてる。はい、ついてる。で、ハンガーもあるんです。いかがですか。なるほど。かけてくださいってことね。ありがとうございます。何も乗らないですね。言われた。あ、だから、部屋に風呂がないですね。風呂が、はい、あ、こうやってだね。部屋にお風呂はないです。ないですね。水力結構だけしてみましょうか。あ、こんな感じです。あの、トイレの中も気になるので、ちょっと手で。あ、ちょっと怖いですね。開けるの。ちょっと怖いです。何が出てくるんですか。何が出てくるのかな。ドアラ、流しますか、そろそろ。ドアラも満足、おトイレでした。うん、なるほどね。で、なんか夜の夜景がとても綺麗だって噂じゃないですか。あ、今日ね、月がいいんですよ、上限の月で。月がね、ピントがあったね。田舎の3階なんで、こんな感じです。さして、何もないです。ちなみに金橋さんは2階じゃないですか、喫煙ルームじゃないですか、はい、そうなんですよ。これと同じ感じですか。ほんとね、あのね、まずテレビがこれくらいです。え、椅子、はい、ナイス。椅子ナイス。椅子がナイス。え、というと、え、どういう感じなんですか。ベッドがあるのかな。あるのはベッドとトイレと、トイレと、まあちょっとした棚、ちょっと棚、これくらいのテレビで、冷蔵庫はない。冷蔵庫ない。そして喫煙ルームの方が値段が高い。なるほど。あれ、ここいくらだっけ。5100円です。これ5900円だ。あ、5500円じゃなかったですか。多いです。5500円だったと思いますけど。はい。こんなおしゃれなアイテムは。あ、本当ですか。あ、じゃあこれ使って。ありがとう。もらってく。はい。ちょっとお部屋グレードアップしてください。ありがとう。もうちょっとはっきり見せてもらっていいですか。でも一応ね、あの、金橋さんということで、
おしゃれ袋というのね。あ、ごめんなさい、名前書いちゃった。佐藤は今度はです。お金ね、お金入れてください。なんなら、ポチ袋も入れたいですね。そうですね。はい。使ってください。返してもらっていいですか、ね、次回使うので。アイマスクじゃあ、あげる。はい。どうしていいですか。ああ、いいですね。ああ、いいですよ。感染対策バッチリですね。これでお風呂行けば大丈夫ですよ。はい。見ていただきましたね。はい。どう、これね、アキラの部屋を撮ったんですよ。うん。また別の部屋撮ったんだけど、アキラの部屋入ったら結構豪華だなと思って、こっから見て、テレビはでっかいし、テレビがちっちゃかった、違ったの。そう、金川さんの部屋はテレビがもう本当にこのぐらいだった、ね、その写真は、その写真貼ってない。あ、その写真はあるのね。金川さんの部屋のテレビがこんな感じで、わ、ちっちゃ、本当だ、本当にちっちゃい、ちっちゃ。そうで、うん、あ、テーブル、あーテーブルがあった、うん、まあ、ちょっとパソコンで作業ぐらいできそうな感じだったんですけど、僕の家の棚はこれです。何これ小物置きだよ、うん、椅子は、椅子、椅子あった、椅子はあった、椅子あった。あ、でも冷蔵庫はなかったんですよ。そう、冷蔵庫はないしって思ったんだけど、俺の部屋あったんですよ、うん、あるものが。おお、そうか。あ、アキラさんのですね。フロアって言ってあげたら、あれトイレしかない、しかない。大浴場があるから、あの、お風呂はありませんでした。はい、そう、だからそういう違いがあったんで、これこそ別々でレビューすればよかったなって後から。そうだよね。あとで見比べてさ、こんな風なの、わーってなったのにさ、あんなホテルレビュー対決とかやらなくてよかったのに。そうですね、全く同じ部屋を見てで、こっちこそやればよかった。そう、ほんと疲れて頭回ってなかったね。まあ一緒にしないでもらいたいですけど。あ、思ってたわけですね、じゃあ。そうそうそう。まあそんな感じで、なかなかひどいホテルでしたよ。そんなに安くもなかったんでしょ、ゴールデンウィークだし。そう、5900とかだった、うん、どこまで行ってなかったっけ。そう、だからホテルアルファワインより全然高かった。アルファワイン安かったのにね、うん、あ、よかった。あれいくらだっけ、3000ぐらい。あ、でも3000いくらだったかもしれない。で、結構安かったよ。むちゃくちゃや、こいつら。なんだよ、5000いくらですって。ここはね、ここはそう、ここはそうだね。これがもし平数2900円とか言われても、うん、ちょっとって思う、うん、ああそうだよぐらいのホテルなんで、皆さんも気をつけてください。寝れればいいっていう方にはちょうどいいと思います。いや、でも結構ね、バイク乗ってる人って、ね、すっごいたくさんいて、本当にだから素泊まりでっていう人も多いんですよね。というわけで、ホテルルート内お部屋レビューでした。うん。言葉が見つかりません。言葉にならない、言葉にならない思いが。そうそう、そういうあのバイカーの人たちみたいにさ、もうそういうものとして来る場合はいいんだけどさ、探しに探してここに来たわけです。そうですしかもね、あともう一個ぐらい候補あって、うんうん、どっちがいいって、写真の中でこっちの方がまだマシなんじゃないか、うんうんうん、なるほど。ヘッドがルートナインだったんですよ。あ、そう、あともう一個見つけてた、僕が見つかったやつ、 ありましたよっつったら2人で9万いくらなりがちだね、ゴールデンウィークとか、はい、なりがちなの。旅行は計画的ということで、さあ泊まりたいと思ってる人パッとめっちゃつくぜ